はい、ミンゴルファー雪村です。今日は4月の3日の火曜日ですね。ランキングトーナメントなんですけども、これ昨日のね、様子なんですね。昨日、なかなかこう、合間見て、ランキングトーナメントやってたんですけどね。なかなかこう、話しながらのトーナメントの参加ができなくて、結局ですね、昨日、7回か8回ぐらいランキングトーナメント参加しまして、まあその中で、まあスコアが良かった。スコアを伸ばした、またはなんか特別な、プレイができたっていうところだけまとめてご覧いただければなと思います。これ昨日の昼の2時過ぎぐらいですかね、の様子です。で、この時はジョーカーボールとチェッカーフラッグクラブというギアのセットで臨んでたんですけど、まあ、この最初のジャックポットガーデン、はですね、まあ、そんなにバーディーを逃すことは、ないですね。ので、ここをしっかりと、皆さんバーディーで取って進まないと、まあ、後半、スコアを伸ばすことは難しいですもんね。のでね、やっぱりね、この最初のホールで落としてる方が、まあ、ギブアップするというケースはちょこちょこ見受けられますね。まあ、そうですよね。ジャックポットでやっぱり落としてしまうと、4アンダー難しいっていう感じになってちゃいますもんね。さあ問題のここですよね。私ここで無風を使うことにしてます。まあその次の花風で使うっていうのもちょっと考えたんですけど、ここでまあ無風を使うというやり方で昨日はまあずっとやりましたね。まあ、後半のピアフィールドとか、ファラオあたりで無風を使うということも、まあ、いずれ考えていくかと思うんですけど、まずはこのアクロポリス、ここのですね、バーディーをしっかりと取れるようになってからじゃないと、とてもじゃないですけどね、無風を他で使うっていうことは考えられないですね。ということで、ここ、バーディーを逃してしまったんですけど、まあでもね、グリーンの上にしっかりと乗っていれば、あとはパットですよね。パットの練習をしっかりとしなきゃいけないんですけど、パットの読みさえ当たればバーディーはここは取れると思いますね。以前このホールで開催されたトーナメントでホールインワンも一回取ってますもんね。ので私の中ではここはアクロポリスはしっかりと攻略したいなと。そしてカフですね。ここもですね、なかなかバーディーが取れないんですよね。まあ、ひとまずですね、ご覧いただければなと。はい。ジャストインパクトしましたよ。当たれば、ホールインワン。当たればですが、わー、惜しいですね。どんだけですね、ピンのそばにボールが落ちても結局、外まで弾き出されてしまいますもんね。でもこうなってしまうと途端にバーディーは難しくなりますね。で、このアプローチも失敗するとパーも危なくなりますんで、本当に要注意なんですけど。まあ、ここからね、パッドで狙うっていう作戦も実はあるんですよね。惜しい。パッドで狙うっていう作戦もあるんですけど、まあ、アプローチで私はやってってます。結構フェアウェイとかで、パワー削がれてしまって、毎日こう分からないんですよね。弱すぎてしまうことが多いですね。あそこでパッドを狙うと。相当強く打たないといけないということです。さあ、ここで、チャンスショットですね。パンターノの、このショートでチャンスショットを使っています。ここね、いずれホールインワン出せるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。風さえ合えば。そのからやっぱりね、チェッカーフラッグクラブ、結構やっぱ精度が高いですね。ブレます。もちろんブレるんですけどね。でもブレるっていうのの、捉え方が、まあ人それぞれだと思うんですけど、角松のブレるというのは3、4メーターブレるっていう感じですけど、チェッカーフラッグクラブのブレっていうのは1メーター、多くて2メーターですね。ので、もう誤差の範囲ということじゃないかなと思います。これ多分ウルトラショットクラブもシャンパンクラブもリムジンクラブもそうだと思いますね。ブレないクラブっていう風にまあ言ってる方とか、まあ言ってますけども、ブレます。ただそれは、ブレ幅が狭いですね。ので、もう1メーターとか、まあ1メーター以内ですよね。のブレはもう、ブレとは言わないと言わないですね。誤差ですね。ので、精度はやっぱり高いですね。
その分、しっかりと、風の向き、そしてライ、まあ、今回のショートの場合はライはあんまり、ティーショットに関しては関係ないですけども、うん、そこさえ合えば、ホールインワンはしっかりと取っていけるっていうクラブっていうのは間違いないなと思いますね。そしてファローですね。ここの猛暑を対策できるんですけど、対策をしてしまうとピンショットが打てなくなってしまうんで、まあ対策なしで、今回は臨んでおります。あまりにもね、ここでね、ドクロ出しちゃったりとか、ウサギ壁みたいなのがよく出るようになってきたら、まあちょっと考えますけど、まあひとまず、ちょっと目がね、もうチカチカするんですけど、頑張って、このホールだけですからね、頑張って私は、ファロー対策せずに臨んでおります。うん。でね、コントロールがいいスカラベにするっていう手もなきにしもあらずですけど、まあ、今回の場合はスピン性能を高める、または、インパクトですね、を高めるという方向で私は考えております。まあ、ひとまず浄化ボールというのは、まあ、パワーと、コントロール、パワーとインパクトとスピンか。うん。一通り揃っていますんでね、これを今回使っていってるっていうことなんですけどね。はい、そしてここですね。で、ここやっぱ弱く打ってしまうとかなり距離残ってしまうんで、怖いですけど強めに打っていきます。で、ここね、風がね、フォローになるケースが多いんで、目測を誤ると向こうのラフまで行ってしまうんですけどね。はい、これもちょっと左右の角度をちょっと間違えましたけど、距離はバッチリでしたね。さあ。残り 4.5 メーター、大雨。ここを入れることができれば、4アンダー。どうだ？入りましたね。はい、ということで、初の4アンダーがこれで取れましたね。ねえ、まあ、4アンダーは、やっぱりこう2番ホールと3番ホール、どうしてもやっぱりなかなかバーディー取れないホールですので、それ以外のホールをちゃんとバーディーを取っていって、ようやく4アンダーですね。まあ、ご覧の通りなんですけど、ということなので、まあ、1番、4番、5番、6番をまずバーディー、そして2番、3番を、まあ、どちらかバーディー、または両方バーディーというふうな、プレーをしていくというのが一つの流れですね。はい。で、ここでボールをですね、ジョーカーボールから、この、スナイパースパイラルボールですね。このボールに、切り替えました。この段階で切り替えましたね。で、以後はですね、このボールでずーっとやっております。ただ、これまだですね、育成が終わっておりません。レベルもまだ19という段階ですから、25まで上がるんですけどね。今まだ19です。で、19のレベルなんですけど、能力値は全然触れていないです。パラメーターはね。ので、スピンだけ、マックスにしているという状態で、もうスピンを必要な時だけしか使わないというボールで私位置づけているんですけど、このボールを取り出しました。ということで、久しぶりにですね、ボールをプラチナ系のボールから、ゴールドランクのボールに、変えてですね、臨み始めたのが、これ夕方の昨日の6時ぐらいですかね。夕方6時半ぐらいのプレーだったと思うんですけど、はい、のプレーになります。はい、まず最初のジャックポットですね。うん、だんだんピンに近づいてきましたね。ちょっとパワーは、弱かったんですけど、うん、ここもまあ慣れていけばホールインワンになって、目指していけるようなホールじゃないかなと思いますね。のでね、ジャックポット私結構好きなコースなんですけど、今、パンターノでチャンスショットを選んでいますけど、まあ、ピンの場所ジャックポット良かったらね、ジャックポットで、チャンスショット、ボーナスポイントアップをですね、狙って打っていくっていうことも、まあちょっと考えてみようかなと思ってますね。はい、そしてアクロポリスは、当然ながら無風ですね。はい、もう、無風で貫いておりますけども、どこに落とすかですよね、これ本当に。ほんの1メーター、2メーターずれただけで、右に行ったり左に行ったりしますので、まあ、運ですよね。またこの、ブレ、誤差があんまり出ないことを願って、とにかくグリーンのね、真ん中ですよね。左右の真ん中。
ちょうどお山のてっぺんにボールが落ちると、これ今ちょっと左でしたもんね。そうするとこのラフまで飛ばされました。ほんとね、お山のてっぺんにバウンドをさせれば、なんとかグリーンの上に乗ります。なんとかグリーンの上に乗るだけで、ピンに近づくわけではないんですけどね。とりあえずまあグリーンの上に乗らないと、バーディーチャンスやってこないですね。このアプローチでね、チップインを狙うっていうことももちろんやってっていくんですけど、やっぱグリーンの上に乗らないと、やっぱこうバーディーをしっかりと取れるというような感覚にはならないですもんね。はい、ということで、もうね、パーでいいって言ってるのに、パーも取れないっていうのがこのコースの難しいところですよね。そうなんです。とにかくね、5アンダーに伸ばすためには、アクロポリスとカフ、どちらかで、バーディーを取らなきゃいけないんですよね、5アンダー。まず5アンダーを、今4アンダー取れてますもんね。まず5アンダーを狙うためには、アクロとカフ、どちらかでバーディーを取らなきゃいけないって言ってるのに、アクロでボギーを叩くと。まあ、いうことで、じゃあなんで今この、トーナメントを紹介してるのかっていうところですよね。まあ、それはまたご覧いただければなと思いますけども。はい、カフーやってきましたよ。はい、カフーも、予想通りのグリーン弾かれのラフまで行っちゃいましたね。はい、7番アイアンで、チップイン狙います。通過ですね。さあ、ここも出したらボギーですね。さあ、雪村プロ打ちました。おー、ここはなんとか進みましたね。あの難しいフックライン。あれね、下りのあの、あれだけ強烈なフックラインは、ほんとね、30% ぐらいですね、入る確率。ので、今のは3割の確率ぐらいで入ったっていう感じですね。さあ、パンタンでやってきました。チャンスショットですね。のでね、まあこの動画終わった後ぐらいですかね、まあ必死でカフーとアクロ練習しましたね。特にアクロポリス。のとにかくどこでワンバウンドさせるか。最初のバウンドをする場所。で、まあパワーを考える。っていうように切り替えようかなと。いうふうに思ったのが、この6時の、ランキングトーナメントの後でしたね。アクロでボギーを叩いてしまったっていうのは結構自分の中でも、悲しかったですね。まあ崖から落ちてしまったらもう諦めはつくんですけどね。でもね、あそこからボギーはやっちゃいかんですね。はい、ということでパンターノはバーディーですね。さあ今のところ、1アンダーですね。そしてファラオです。で、ファラオも、まあ、4メーター級の風が吹いています。この風を甘く見るとですね、とんでもないところにボールが運ばれますんで、お気をつけください。なぜならアプローチウェッジとか、ピッチングウェッジあたりで皆さん打ってると思うんですけど、やっぱね、ボールが高く上がるんで、今もそうですよね。左に4メーターぐらいずらしてるんですけど、右に3メーター以上移動ということは7メーターぐらいボールが上空で移動してるっていうことですよね。5メーターの風でしたね。やっぱり4、5あたり吹いてるんですけど、5メータークラスの風が吹くと、そんだけボールが流されるということなんで、それを計算して左に打っていくと。ファラオの左に打つのって結構今のピンの位置だと怖いんですよね。もうグリーンじゃないところに向けて打ってことになるんですけど、でもそんくらいでもちょうどいいという。ただもうドクロとか、ウサギカメが出た時はもう諦めるという感じですね。はい、ここフォローですね。しっかりフォローですね。まっすぐフォローなんですけど、まあ大体フォローの風が吹いています。で、どうでしょうね。ここも6メーター、7メーターという時もあったかな。まあまあ風が吹いてる時もありますんで、その風速を誤ると向こうまで行ってしまったりするんですが、いいですね。そうなんですね。ここでホールインワンが出たんです。おー、パチ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 。虚しいホールインワンですよね。まあこのホールインワン見せたいためだけにこの4アンダーを取った時の、まあ、
トーナメントを紹介させてもらったんですけど、ということでホールインワンもね、出ますね。ということで1位で通過も、虚しいですね。4アンダーということです。はい、お疲れちゃんでした。はい、ということで、ホールインワンを取ったということの、紹介だけの、動画でございました。ね、ホールインワン取っても結局ですね、ベストワンに入らないですね。なぜならばピンショットじゃないかっていうことなんですけどね。まあ、やっぱダイレクトで最近ずっと入ってますね。ピンショットが逆に出てないですよね。先週もそうですけど、なんででしょう。まあでもダイレクトに入れることができることの方が、なんていうんですかね、ゴルフやっている私にとってもですね、困るでもあるんですよね。ピンショットはズルショットですからね。まあそういうショットじゃないところでチップインまたホールインワンっていうのをね出していけるっていうのは嬉しいですよね。ではでは3回目、今回の動画では、3回目のトーナメントですね。全部7回目の、トーナメントになったと思うんですけどね。はい、最初のホールバーディーです。さあ、5アンダー取っていきたいですよね。さっきも言いましたように1番4番5番6番はバーディーは必須ですね。問題はこのアクロポリスと3番ホールのカフ、どちらかでしっかりバーディーを取っていかないと5アンダー、おー来ましたね。こういう感じです。お山のてっぺんでワンバウンドするとうまいとこに行くとこうやってねピタッと止まるんですよね。まあ、たまたま今回ピンの位置もそのそばだったということで、楽々のバーディーですね。来ましたね。アクロポリスで初のバーディーです。まあ、さっきの動画ではこうボギーだったんですけど、練習しましたからね。アクロの攻略を一生懸命、攻略っていうわけでもないですね。とにかくお山の上に乗せる。もう、残りのピンの位置というよりもお山の上に乗せるっていう練習をひたすらしました。で、アクロもカフも一緒なんですね。カフも、みんなこれピンの位置の方狙っていこうとしますよね。でもピンの位置に対してどうだこうだというよりも、お山の頂上ですね。もうお山の頂上にワンバウンドさせるということです。まあ今のもちょっと、お山よりも左だったんで、ギリギリ今残りましたけど、9.3 メーターですね。まあ、カフもね、場所によっては、これね、そんなに難しい芝じゃないですね。これでも、9メーターありますけど。なので、9メーターでも、こういうまだ緩やかな芝の場合は、バーディーが取っていける確率は高いですね。まあ、今回バーディーが取れたかどうかは置いといたとして、こういう芝のところだったらまだ、惜しいですね。入らなかったですね。9メーターでも十分バーディーは狙ってていけると。でもそれはやっぱりグリーンの上に乗っけてるからチャンスがあるんであって、やっぱりグリーンから出てしまうと、まあ途端にアプローチの運任せのチップインしかなくなってしまいますもんね。はい、ということで、カフはバーディーは取れませんでしたね。さあ、あと残り4番、5番、6番、パンターのファラオ、ピアフィールド。ここで全てちゃんとバーディーを取っていくことができれば、5アンダー達成ですね。はい、ここは決まってチャンスショットですね。今のところこのパンターノで、バーディーを逃したことはありません。今回もしっかりとバーディーは取っていきたいですね。はい、はい、いいですね。さあ、パンターノも近づいてきました。今週ね、まあどこでホールインワン取っていけるのかなっていうふうにこう思いながらやってってるんですね。まあショートなんで、まあどのコースだってホールインワンはチャンスあります。皆さん平等にチャンスがあるんですけど、まずね、一番出ねえだろうと思ってたピアフィールドで出ましたね、あの大雨の中ということで、まず私ピアフィールドは攻略しましたね。で、あとはパンターノかジャックポット、どちらかでホールインワン出せれたらなぁと思っていますね。あと2回ぐらい今週ホールインワン出せるんじゃないかなと。問題はそのホールインワン出した時に他のコースでしっかりとバーディーを取れているかっていうことなんですけどね。そうなんです。今週はね、ホールインワンを取ることももちろん重要ですけども、それより何よりも、6ホール全部でまずバーディーを全部取るというようなね、プレーをやっていかなきゃいけないっていうことなんで、すごいあれですよね、集中力、スキルの集中力じゃなくても自分の集中力がね、持つかどうかですよね。
ね、本当に。成香さんもね、書いてました。全く知らない方なんですけど、コメントで集中力が持ちません。自分の集中力が持ちません。私に集中力のスキルをくださいっていうね、書いてる人がいましたね。まあ本当にね、わかりますね、気持ちがね。はい、ということで、ファラオもバーディーということで、最後のこのピュアフィールドですね。先ほどホーリーガンを出したピュアフィールドやってきました。ここでバーディーを取れれば5アンダー達成ですね。ホーリーワンが出れば6アンダーということで、どうでしょうか。どーっしー。惜しいですね。うん、先ほどのホーリーワンと、まだね、残っていますね。ホーリーワンの感覚がね、距離ぴったりでしたね。はい、ということで、楽々のバーディーということで、5アンダー達成ですね。うん。ようやく5アンダー取れましたね。まあ、アクロポリスは本当ね、運が良かったですね。さっきの、ピタッと止まりましたもんね、お山の上で。で、ピンの位置もたまたまお山の上のピンの位置だったんで、楽々バーディーでしたね。ということで、やっぱ花粉をとにかくグリーンの上で止めて、もうグリーンの上に止めて、あとはもうピンの位置に関してはもう運ですね。ピンに向かって打っちゃいけないということです。もうアクロに関しても花粉に関してもそうです。ピンの位置というよりもお山の上に打つと。いう風にして、あとはバーディートライ。パットですね。はい。ということで、順位が7134位の上昇の1397位となりましたね。これが昨日の夜の23時、11時ですね。夜の11時の時のプレイですね。ということなんで、今日日が変わって1700位ぐらいでした、ランキングがね。ので、1日で400人ぐらい抜かされているんですけど、1日というか、まあ半日ですね。で、400人ぐらい抜かされているというペースで、どんどんランキングは下がっていってるんですけど、やっぱりね、6アンダー絶対取らなきゃいけないですね。3000キロ目指すなら、5アンダーでは、まあ3000以内は厳しいかなと思います。このボーナスポイント、決して低い方じゃないですね。5アンダーの29,722というボーナスポイントは低くない方です。で、もうすでに1397位ということなんで、まあ3000キロを私と一緒に目指していっている方に関しては、6アンダーを取っていかないと難しいと思います。まあひとまずね、あと残り、まだまだありますんで、6アンダー狙って、私もどんどんトライしていきたいと思いますので、皆さんも楽しんでランキングトーンでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきまでした。